今枝宗一郎は、日本の政治家、医師、自由民主党所属の衆議院議員、財務大臣政務官を務めた。愛知県出身。両親宅の近くの豊川市八幡町上宿に、蒲郡市出身の妻と在住。サラリーマンの父の影響で、愛知県内をよく転勤していた。小学生時代は、慢性肝炎で3年間入退院を繰り返した。その後、自分が通う病院から医師がいなくなるという医療崩壊を経験する。東海中学校、東海高等学校卒業。高校在学中、学費が払えず、学校に通えない高校生向けの募金を3000万円集めたという。また、生徒という教育の受け手として、教育問題に提言を行う。政策を変えるために国会議員を目指そうと決意する。2002年、医療政策を専門とするために、まずは医師になるべく、名古屋大学医学部入学。在学中、内戦国を訪れたり、NPO を立ち上げたしていた。また、愛知万博にて、学生による教育、地域活性化の政策コンテストを開催。さらに、松下政経塾の勉強会にも参画していた。2008年、名古屋大学医学部卒業。医師免許を取得し、JR 東京総合病院にて研修医を務める。2009年、医師をしながら、東京大学医療政策人材養成講座修了。2010年、新宿区内の病院で在宅医を務める。また、大前健一創設の一新塾を卒塾。同年12月、元衆議院議員の杉田基次が自由民主党、愛知県第14選挙区支部長を辞任。それに伴う公募に応募し、2011年1月3日、同支部長に就任した。この年から、豊川市、新城市で在宅、難病、救急医療に従事。愛知県医師会第1号として、東日本大震災の医療ボランティアを行う。2012年12月、第46回衆議院議員総選挙に、自民党公認で、愛知14区から出馬し、全国最年少衆議院議員として初当選を果たした。一期生ながら、専門の医療社会保障では、自民党政務調査会の厚生労働部会役事、小委員会事務局長、それ以外の分野でも、自民党政務調査会の国土交通副部会長、水産部会副部会長、金融調査会事務局次長など多くの政策分野に関わっている。2014年12月、第47回衆議院議員総選挙に愛知14区から出馬し再選。その後、自民党の組織運動本部の国土建設委員長、厚生副委員長、政務調査会の農林副部会長、中小企業調査会会長補佐、観光立国調査会事務局次長、山村振興特別委員会副委員長、子供の元気。農村漁村で育むプロジェクト、小委員会事務局長などにも就任している。2017年8月、第3次安倍第3次改造内閣にて、史上最年少の33歳で財務大臣政務官に就任。同年10月、第48回衆議院議員総選挙に、愛知14区から出馬し参戦。地元では、未来の総理候補と呼ばれているという。ありがとうございます。